スーパーマリオメーカーやっていきたいと思います。よろしくお願いします。一度クリアしたコースだったんですが、したコースなんですが、データファイルがね、ちょっとダメになっちゃってたみたいで、もう一回やり直します。だからちょっと申し訳ないんだけれどもね、分かっちゃってるんで申し訳ないんだけれども、初見的な反応ができなくて申し訳ないんだけど、やりたいと思います。言うて難しかったんでね。あ、やべ、死んだ普通に死んだ。これ普通に難しかったわ。この P スイッチジャンプがね、難しいんだよね。想像以上に。右のやつ見てもらうとわかるんだけど、連続してやんなきゃいけないんで、かなり難しい印象です、自分の中では。微調整とかも入れてやんなきゃいけなくてね。意外と P スイッチの踏んだ後のジャンプって難しいんですよ、ね。しかも初代マリオで操作しづらいんだよね。よいしょ。よいしょ。えいや。これは下から行った方が良さそうだな。オッケー。これ自分流なんだけど、一個ずつ行くのが結構、うわおすすめなんですけど。よいしょ。よいしょ。三つずつぐらい行っちゃっても大丈夫かな。ブラックパックが意外とえぐい。下から行きたいな。よいしょ。これは行っちゃって。いやい。これも行こうか。この高さだったら下からでも行けるな、多分。へい。うん、オッケー。エゴーンってやつです。すいませんね、一回クリアしちゃってるから。割とサクッと終わらしちゃいましたけど。逃がすな。何を逃がすな？これか。これだな。こうだな。一回左行くよね。うわ、早っ！マジか。割と先行しないとダメだね。ちょっと行くだけ行きます。これはこう行って、ドーンってぶっ壊していって、またキノコ。Pスイッチがあって、で、ここで、こう、ノコノコがね、こうなってね。で、連続して踏んでいくわけですね。違う。踏んじゃダメなんだ、今度は。踏んじゃダメなんですね。で、一回被弾するけど、ここでファイヤーを確保するんですね。はいはいはい。で、こんま、踏んでっていいの？いや、最後、クッパどうする？クッパどうする？クッパどうするよ。だいぶ遅いとは思うけど、でっかいままでいけた。これは弊害がありそうだな。踏まないとダメだよね。これはついてかないとダメ。ついてけ。消えちゃったかな。いや、まだいる。さすがに下でついてくんじゃダメなのかな。あった、ゴール。なんか普通のジャンプでもいけそうだから、多分サンガリアやればいけるよ、これ。効果よさい。これが正規ルートだろう。多分。多分。ただ、あの上にいた、モブたちが果たしてって感じだけど。これ頑張ればサンガリアでも行けるコースですね。ギリギリでやればサンガリアギリ届く距離感ですね。もしかしたら、これだけ別の動画になってるかもしれない。時間がかかるようだったらそうなってるかも。続きでやってるつもりだけどね。おお、キノコがあるのか。なんだこれ。おお、プクプクが。おお、これにね。オッケーオッケー。で、こういって、こういって、こうか。でさ、これさ、スタートってからさ、多分こっからいけるわな。こうでいい、こうでいいよね。どう
うなってんのこれ。あ、あぶね。雲ごと消えるかと思ったけど、こっちじゃねえんだな。スターそっちか。2回避難するけど、ファイヤー取っていけと。ファイヤー取っていけと。スター取っていきましょうか、じゃあ。で、ここ回っていくのかな。これもスター。連鎖だな。あ、ちびっこじゃないとダメ。そんなことはない。強引だけど。よいしょ。スタートって上に行ってみようか。こっちの方が上がりやすそうだな。1マスだから。一応取ってこうか。ああ、よいしょ。これもスターだな、多分。あ、これはスターじゃねえのか。そろそろゴールか。違うな。まだ続くんだな。いや、まだ続くのな。これどうなってる。あ、ゴール見えた。被弾していけるよね、言うてね。あ、でもこれ待って、どうなってるんだろうな。これはなんだろう。これはスターだったのか。上行けるよね。行けないか。右から来なきゃいけないんだよね。どうなってるんだ、これ。あれかな？ジュゲムの、あれが必要かな？いけた！いけた！イェーイ！ゴール！さあ、パニック！お疲れ様でした。クリアできました。じゃあ、今回はこれで終わりましょうかね。3コースやったんで。はい。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。